ウィリアム・ペイン・スチュワートはアメリカ・ミズーリ州スプリングフィールド出身のプロゴルファーである。メジャー大会に3勝を挙げた実力者だったが、1999年の全米オープン優勝からわずか4ヶ月後に飛行機事故のため42歳で急成した。PGA ツアーで通算11勝、国際試合で合計7勝を挙げる。スチュワートは いつもタモシャンターの帽子とニッカーズの半ズボンをまとい、誰からも見分けがつく風貌とスタイルの持ち主だった。母国アメリカに対する愛国心が強かったことでも知られ、ゴルフウェアに米国国旗をあしらうことも多かった。4歳からゴルフを始め、ミズーリー州アマチュア選手権で優勝経験のある父親から手ほどきを受ける。1979年にプロ入りしたが、この時は、 アメリカ PGA ツアーのクオリファイングスクールを通過できなかった。そのため2年間アジアンツアーを回り、そこで2勝を挙げる。その期間中にトレーシー夫人と結婚。1982年から PGA ツアーに参戦を開始し、同年のクワッドシティクラシックでツアー初優勝。7年後の1989年に、 全米プロゴルフ選手権でメジャー大会初優勝を達成。1991年に全米オープンでも初優勝を果たし、メジャー大会に冠王となった。この時はスコット・シンプソンとのプレーオフを制している。その後数年間の低迷期が訪れた。1998年の全米オープンでスチュアートは優勝まであと一歩に迫りながらも最後の土壇場で、 リージャンセンに逆転負けを喫してしまう。この時の敗北を当時の新聞はペインフルとスチュワートの名前ペインを引っ掛けてペインフルフィニッシュと報道した。その1年後パインハーストリゾートで開かれた1999年の全米オープンにてスチュワートは最終日の18番ホールで難しいパーパットを沈め同じ最終組で回ったフィルミケルソンを1打差で 振り切り、1アンダーパーで8年ぶり2度目の優勝を飾った。ミケルソンと1打差の3位体には、タイガーウッズとビジェイシンが入る、全米オープン史上稀に見る激戦を制しての優勝だった。9月には1993年以来3回ぶりのライダーカップ、米国代表で出場し、米国チームの盛り上げ役を務める。賞金ランキング5位の位置につけ、 当年度の PGA ツアー賞金ランキング上位30名のみが出場資格を得られる最終戦 PGA ツアー選手権の会場に向かう途中でスチュワートは飛行機事故に遭う。1999年10月25日スチュワートはフロリダ州オーランドから2時間の予定で PGA ツアー選手権の会場があるテキサス州ダラスにチャーターしたプライベートジェット機 リアジェット35型で向かった。しかし、彼を乗せた飛行機は飛行中、管制官の無線に応答しなくなり、最終的にサウスダコタ州アバリーンで墜落した。この事故で、スチュワートを含む4人の乗客と、2人のパイロットの合計6名全員が落命した。スチュワート事故死の報道を聞いて、PGA ツアー選手権の会場も悲しみに包まれた。 競技の第二日目が中断され、出場選手たちのほとんどがスチュワートの追悼式に列席した。第三日目と第四日目を27ホールずつ消化する競技日程に変更され、世界ランキング1位のタイガーウッズが大会初優勝を果たした。2000年の全米オープンの会場となったペブルビーチゴルフリンクスでも大会開幕に先立ち、前年優勝者のスチュワートを忍ぶ式典が行われた。 スチュワートは、ヒュームの事故死から2年後、2001年に世界ゴルフ殿堂入りを果たしている。また2014年には、全米ゴルフ協会が選定するボブ・ジョーンズ賞を受賞している。天候の影響で54ホールに短縮、PGA ツアープレイオフ記録です。リストイズプロバブリーインコンプリート。ありがとうございます。